お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらマジやっちゃうウォールブレイカーゴブドリバージョンね、やっていきたいと思います。ディガーの枠がねなんとゴブドリになった、形が今すごい流行り始めてます。皆さんね、流行には乗り遅れないようにぜひね使っていただきたいんですけど、というわけでまあね僕も使っていきたいと思います。でまあゴブドリになったことによって、まあ、圧倒的に攻めが強くなりましたね。やっぱディガーで削るんじゃなくドリルで削れるので、しかもドリルに対してウッドとか抑えてくれるとまたウォールブレイカーもね通しやすくなったというので、ちょっと全体的に、あ、これちょっとやばい、これ緊急とした。相手スケラバルーンスケラです、この人なので、ここで緊急とできたら熱い熱いです。ですがトレーナーを使ったので絶対バルーンがきます。ペッカもいますみたいな感じなんですけど、今回の相手はね、まあドリルになったことで攻めがね間違いなく強くなりました。で防衛もまあ施設としてねドリルで受けれるので、まあそこそこに優秀ではありますけど、なんか個人的になんかダークプリンスとかやっぱこうバルキリーとかなんかそういったのを相手にするってなった時に、なんかやっぱ今までの方がちょっと強かったかなっていう印象がねちょっとだけあります。さあここはしっかり守っていきます。で、え、待って、やばい、俺のトルネマジかよ。今キングに吸えばよかったですね。かペッカが重かった、いや関係ないですね、まあ、もったいないんですけど、相手バルーンスケラーで僕もキングできたので、まあ多分ね勝ち確ぐらいですが、相手ボンバーとダークプリンスがいるので、その相手の攻めもね多分通らないんですけど、僕の攻めも通んないので、ちょっとマジアチャとかで結構ね攻めて頑張っていきたいですよね。さあ一旦イモります。ドリル飛ばしたらボンバーとかでね美味しくいただかれちゃうので、なんか最近ちょっとやっぱね本当にボンバーダークプリが多いからこそ、なんかドリルどうなのっていう気もするんですけど、まあある程度は強いですよね。これテスラに釣られるけど、あーテスラ今相手の見ました、あれなんかすごい独特じゃないですか。ヤナメ取るね、まあこの人ペッカブルーンですごいデッキをずっと使う人なんですけど、この爆相手な、トルネとヤナメでテスラを破壊してきますね。なかなかいないっすよマジでなかなかいないっすよね。いやーこれちょっともう勝ちたいな、よいしょ。さあこれとか言っていいと思うんだよな、いや言っちゃおうか。これもしかしたらキング起動しちゃう、これ攻め取るね。エレキウッド、相手もキング起動か、いやうまい、おっ、あ、ヤナメなんのか、いやでもいい。でスケラ多分もう打ってこないですね、今回ね絶対スケラ持ってるんですけど、その僕がキング起動してるから、いや打ってきたでも、金魚としてるから、これ美味しいんですよね。で、最悪なんか来たら、やらめたらいいんで。おっきょきょきょ。いや、めっちゃいい。いや、マジで、最初のダメージ痛すぎるな。でも、攻め取るね、構えてあげて。いや、一回落ち着いちゃおう。ドリルが入る。さあ、マジアチャが無双でもあります。まあ、もしかしたらトルネードで剥がされます。テスラ置いてあげて、槍で寄せてあげて、うわ、トルネ嫌で、あの子行かれちゃうんですね。マジカチャ。相手さすがにこのデッキのプロ。で、これは、あ、これまさか、これはいるのか、一応あのバルーンのバカだけ嫌だよねっていうので、ふふ。オッケーオッケー。これマジでバルーンにだけはね、めっぽう強いですね。ただただ、勝手にバルーンメタデッキとしてね、あの、施設2個とトルネードなので、まあ、さすがにこれはね、神相性です。というわけで、今バルーンとかもね、ほぼいないですね。いてやっぱラバル。になるのかな。高回転バルーンはマジで見ない気がします。よしよろしく。さあウォールブレイカー飛ばしていきましょう。で今ね高回転ドリル、マジの超高回転のドリルがすげえ入ってんすよ。だからそれ引いたら嫌だなとか思ってたんですけど、ラバですね、普通のラバ引きましたね。あ、サンガゴってことは多分ですけど、なんか矢の雨の高回転ラバがいるんですよ。ヤナメ、メガゴ、ディガっていうのがあって、まあ、これは施設トルネがあるので、バルーンを近起動できるのはでかいですね。さあ、近起動させていただいて、で、ヤナメを使ったから、あのラバは、まあ、マジックアーチャーでね、倒していこうぜと。で、まあ、バルキリーもちょっと添えてあげて、
ディガーのターゲットを変えて、ああこれ爆破に入るの痛すぎー、マジアチャー、わざわざバルーンの爆破当たんないように出したのに当たっちもたやんけ。さあでヤマメかな、これはでも回ってねえのか。さあボンビくん、いやボンバーも多いね、マジで許容の神、無視の神。さあラバメガゴガゴですね、回転がいてめっちゃ速いんですよこのラバルっていうちょっと珍しい方なんですけど、あれなんか俺キングイカれすぎやね、ちょっと待って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 、そんなことある。さあサンガゴかな、えぐいなこれマジ、ダメージ入るんですけどもう全て強なんですね、もうカウンターだけを考えられて作られたデッキです。これやばいな、もしかしてもしかしてなんですけどやばいことに気づいたかもしれない。いやマジカーじゃないっす、マジックアーチないっす、ヤリゴブリンもないっす、ナイス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 、いやよく耐えたな。テスラは本当はもうちょっと延命したいんですよ、だからゴブドリを防衛で使いたいですね僕は。だけど1本降りなのにも攻めたいからな、前1回ぶっ破しちゃって、うわー読んでんな、すごくね。あでもヤナメ使った、ってことはここまあ三ガゴとかか、もう攻めて攻めて、お逆なんだよな。いや相手パーティーしたら急に事故ってんな、ラッキーラッキーラッキー。さあもうマジアチャも展開しながら、相手ヤナアメだけなんでね、このマジックアチャもちょっときついよねっていう。さあケツラバ来る、まあ、これで多分1本折れるんですよ。で僕は逆サイも行って21のことも考えて、え行きたかったのに折れないとちょっとやばい、折れないとちょっとやばい。いやでもドリル、これちょっとバルキリーとか行ってマジで、あの21プラ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 、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、あオッケー、あと55でしょ、ウッドゲンない、オッケー2個おる、いや一番いいやつ、これキングおられなきゃいいので、さああとは耐えていきましょうっていうね。まあテスラ本当に強いんで、マジ高回転の希望なんですよ。ロイジャイホグ、こういうウォールブレーカーデッキとか、まあ、ゴブドリデッキとか、まあ、あの全てテスラです。さあ続いてよろしく。あこの人ホグだった気がするな、多分ロケット星のホグとかをよく使ってるイメージなんですけど違うのか、んーにゃーいいボンバーだ。さあちょっと分かんないですね、あホグでしたねやっぱ。ってことはもう ほぼ勝ったけど、このボンバーがワンチャンやばい、いやナイス言いたいけど、まあまあまあ許そうか。で、エリーババなのかな？なんか、ボンバーのホグってちょっとレアじゃないですか。ロケット方式エリーババなのかな？まあでも、テスラと、ああ、いや、本当に、そうなんですよね。素晴らしい。記憶が素晴らしい、俺。で、ホグは、ぶっちゃけ入らないじゃないですか。あ、でも、俺の攻撃も入んねえな。今のほぼ完封されてるから、スケボンバーで毎回襲られたら入らなくて、多分相手クエイクあるので、まあ、クエイク削りに、あの、僕のね、芋テスラで頑張って勝っていきたいですね。ここはあの、クエイクちなみに当たらない位置なので、もうテスラ取れにあるので、本当に相手の攻撃をできるだけ抑えて、まあ、ここ一発だけでしょ、多分。いや、二発入んのか、君。あはは、爆弾魔。えぐいて。さあ、こっからですね、スケとボンバー、エリババ。まあ、ケツマジアチャでいいんじゃない、いや、ウッドからの、かな、はいはいはい。で、あれ一応警戒して、いや、うまいね。攻めていこう。ちょっとでも入ってほしいな。あの、ボンバーだな。あいつとこのスケもね、強えな。クエイク削りにどう勝っていくかっすね、僕は。問題はね、マジで。クエイクがね。ディガーほどやっぱね、確実性がないですね。ディガーだったら本当にね、ほぼ毎回一発とかはさ、入るんですけど、ドリルの弱みっていうのは、こう、広まりやすいっていうのがね、ちょっとあります。ボンバーとかで完封されやすい。お、え、ディカ、ああ、誘われたとか違う、あいこれミスって出して、あれっすよね、多分。来るってなって今出したのか。それがちょっといい感じにね。いやー、やだな。あんなんされたら、ね、オールブレイカー飛ばせんすからね。これでもロケット車当たんのか、君。当たるのか。なかなかいいエイムしてんな。いや、でもナイス。いや、さすがゴブドリ、やっぱ気分嫌だからな。なかなかに入る。
さあこれは、あ、ボンバー引っ張りたかったな。あ、引っ張れた、ナイス。さあ攻めていく。マジでね、ほんとドリルといろいろ飛ばしまくって、まあスケとかね当たればいいよねっていうウッドで、いや何も当たんねえけど、マジカチャが入る入る。でテスラ置いて、いやほんとテスラが強すぎてね、相手も発狂してる。これやばいっすね。ホグだったらほぼ勝ち目ないぐらいきつい気がする。さあ、いやバルキリーも優秀だね。でロケット星も優秀と。でボンバーがねちょっと嫌ですよね。さあトルネードもあるよと、しっかりね。でキングが落ちることはまあなさそうではある。あれハミ、あーハミ出れば意外とダメージ入るんですけど、さあマジアチャーちょっと悔やけずされるんで、あんま端前以外出したくないっすね。さあこっち側ね、右サイド悔やけずされてるから左サイドに出してあげて、ウッドで削っていきましょうか。相手のこのクエック削りちょっとだけ怖いっすよね。さあウォールブレーカー警戒、トレネがあるんで僕は。でこれ多分ボンバーがなんか出てくんじゃないのかな。いや出てこねえのか、俺のこのマジじゃないやねマジで。あかんもん、もうあの全てをねトレネウッドで剥がします。ナイス。でテスラ、いやマジでこう見るとマジアチョウォールブレイカーがチンパンに見えるっすよね。これちょっとやばい。うわ待って、ワンチャンなんか流れがエグくなってきた。一発痛いよ。クエイク削りのね速さがちょっと出てきてますね相手。さあテスラ置く。いやマジか。さあマジアチャで射抜く、ナイス。いやナイス、オッケーオッケー。ちょっとでも射抜けたらでかい。でこのホグ入れたらダメ、絶対入んないよマジで。フラグ、え、おぶねおぶね、絶対入んなよ、絶対入んなよ。入ったな。相手もね、あのゴブリンはみ出たやつ殴ってなかったら負けてたもんな。やぶな、いやマジで危ないですね本当に。ホグ一発入るだけで世界変わるんで気をつけてくださいね。トルネね、トルネちょっと早かったのかな。さあギャング、いや珍しい、コカッちゃんとかなのかな。いやバカ珍しいっすよね。これ許容しちゃおう。いいやこんぐらい。ウッドってもよかったかな。バルキリーか、射抜きたいぜ。ウッド、いやいい防衛です。ウッド使っちゃうか、トルネあるんだね。コカッちゃんだな、めっちゃ久しぶりに見ましたね。一応ロケ削り、はいやっいや、びっくりした今マジで。ロケ削りマジアチャーに打ってこないってことは、もう相手勝ったきていいのか。これ絶対バルキリーっすね。うわマジか。うわ待って、ごめんなさい、絶対バルキリーだと思った俺ね。バルキリーだと思うよねあれ、マジか。いやもったいないね。まあ1000ぐらいはいいでしょ。1000あれば、2000あれば余裕で勝てるロケ削り意外早いな、びっくりした。あんな早いロケ削りあるんだね。よし、いやあれ射抜きてー、マジで射抜きて。さあここも完封していってね、しっかり受けてあげよう。オッケーオッケーオッケー、もう余裕でひっくり返せますよ。マジアチャーがね生き生きしますからね。しかもインフェだったんでね、テスラとかだとちょっと厄介だなっていうのあるんですけど、インフェだったらもうね刺されまくるよねっていう。さあ端前プリンもちょっと嫌だけど、どうしようかな。ケツウォールブレイカーはさすがに暇人すぎるこれは暇人すぎるかもしれないけど、インフェないからこれでナイトとかされたところ、マジか、あちゃー。次ギャング、高めでねしっかり受けて、よいしょ。さあロケ削り来ましたね。さあいろいろ飛んでった。いやーこれ持ってねえな、このウォルブレイカー。いやでも気合が違う。しかもバルキリーで受ける。オッケーオッケー、ダメージ追いついた。
一応8枚プリンだけちょっと警戒して、はい、あと500件内、これはもういけるでしょう。まあ、ロケだけね、ロケだけ気をつけてね。問題インフェだな、あのインフェがあると突破できねえんだよな。多分8枚ナイトフタが絶対来る。いや、今の回絶対来ると思ったけどな。ちょっと延命しちゃいたいな、ナイト。ああ、うまい、それはうまい。もう俺がトルネするのも分かってましたね。まあ、ですが流れはめっちゃいい。これ攻め打ってほしいな、攻め打ってほしいよね。絶対いるよね。うっ、にゃー、マジかよ。いや、このマジはちょっと怖いな。やっぱナイト警戒された時にほぼね完璧にいかれちゃう。おっと、それはいいのか。さあ、次のロケで終わっちまうぞ俺。次のロケで終わっちまうぞ。だがこれを守れんのか。コストねえぞ、コストねえぞ、コストねえぞ。危ね。これは圧勝しないといけないですね、間違いなく。いやー、今日全部の試合ちょっと負けそうだな。もっと綺麗にね、美しく勝ちたいんですけどね。ゴブドリーね、ちょっと慣れねえな、意外と。さあ、アーチャー、ホグ、クロスあたりかな。クロスでも最近いないんですよね。いないの、いないけど、いないけど非常にクロスっぽい顔してるな。クロスに対して多分ね、ドリルがねあんま輝かないんですよ。そのスケアイスピウッド、アイスピスケウッドとかで、あー、もう早い早い、作業家のように置いてくるな。建築ロイヤルしてる。よいしょ、ウッドで、いや、めっちゃいいんだけどな。いや、相手の受けもうまい。あれ、あれ、相手の受けもうまい。訂正しようか。久しぶりに見たっすね。ドリルが、まあ、やっぱ防衛だったらクロスに直接当てるって考えた時に、やっぱこう、ディガーの方がね、クロス溶かすのに優秀だと思うんで、まあ、防衛に当てずに、ちょっと積極的に、ドリルを積極的に攻めで攻めで使って、コストを使わせたいんですけど、やっぱ LSP スケウッドとかでやっぱ完封されちゃうんでね。そこ無事よな。一回控えめにね、防衛から行こうかな。ダメージリード取ったんでね、端前来たらもう僕もバルキリーテスラで建築します。よい、相手も見てきますね。さあ、ドリルからのウォールブレイカー追加もしたいですよね。でもテスラあるからいいや、我慢。うん、さあ、ウッドサイター、暇なのでウォールブレイカー。でも左サイドにはテスラあるから一応逆サイドで、暇なのでウッド削りと。まあ、右は落とす気ないんですけどね。まあ、もしもん時用の削りですね。さあ、相手クロス立ててこねえな。ワンパンされるのマジで怖いよね、クロス。いやー、来るぞ。そろそろ来るぞ。本当に来る。いやー、来ねえのか。マジで来ねえのか。テスラ置いとこうかな。あんま良くねえ気がするけど。ここでドリルで防衛させるところをウォールブレイカーで壊します。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。で、あのナイトをマジックアーチャーで射抜きたいんだけど、射抜けると思います？ありがとうとか多分ね、コメント打ったらね、あ、こいつマジアッチャーで狙ってるなってなるんだけどな。いや、これテスラもしかして届いてない、もしかしてだけど、もしかしてだけど、俺のテスラは届いてなかったりするんじゃないの。危ない、ナイス、危ねえ。いや、マジで本当にやばい、これ。マジ、サイクルが。はい、相手。これ、やばいっすね。マジ、ドリル、壊せると思う？いや、ドリル、ちょっと掘るのが遅い。掘るのが遅いのと、うわ、ウッドで。あ、これ、やっちまーりーよですか？もしかして、僕。あ、もしかして、やっちまーりーよですか？いや、まだいけます。ここで上手い人はね、本当は攻めたいんですけど、攻める余裕がなさすぎる。よし、あー、敗北いたしました。まあ、クロスちょっときついですよね。まあ、勝てなかったよねっていう序盤のリードがあったからね、ちょっともったいないですね。
まあクロスが強いというよりかはテスラですね。テスラに負けましたね。信用系遅延スケラだと思います。アイスイーズがでもね、もう最近使われてないんですよ。アイスイーズの枠がメガゴとかなんかいろいろ変わってるんですけど、多分スケラファイボーだと思うんですよね。よくスケラを使ってるイメージがある。でバルキリーかな、ナイトじゃなくて。まあ全然わかんないけどね。さあどうしようかな。まあバルキリーさえていいでしょう。スケラだと思うので、さあ折り、まあエレイジャイの可能性もありますね今んとこ。でも俺が知ってる新オケはねエレイジャイじゃないんですよね。さあテスラ置いとこう。マジで最強っすから、本当に立てとけばいいっていう、そんなことある？最強すぎる。でバルキリーとか抑えたら本当はねドリルを飛ばしたいんですけど、あテスラに行かねえのかあの子。ちょっとあの子テスラ行かなかったな。だからウッドでよかったけど、いやまあ意外といい、意外といい。でここは多分タルかな。さあタル使ったら、おいめっちゃこそ今使ったくない相手いました今。でこれ絶対バルキリーだと思うんですけど、前も後ろも受けないといけないように刺したら、いやオッケー、トルネーは回ってないもんな。あ遅れてバルキリー間に合うのかな。間に合わないで、オッケー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 。相手だってねウォールブレイク攻めトルネードもしてね、タルババも抑えてファイバも打って、あ絶対コスト先すぎでしたからね。いやナイス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 。やりこぶ追加によって大打順まで与えていく。どれも笑おうかな。ナイス。でまあビビドラ用にねテスラ置いておきます。これは勝ったな。ほんともっとキング起動できるとね確定勝利になるんですけど、キング起動できてないからちょっと怖いよね。さあここはねスケラ打ってこないですね。端前止めされるのも分かってての単体バルキリーですね。まあドリルスケラの受けに意外と使えるのかな、どうだろうな。さあいっちゃおうか。でバルキリー咲いたんでね、相手が勝手にめっちゃラッキーで、やりごぶにはトルネードかな。であのバル攻めトルネードを絶対してくるので、もう超高めの位置にねバルキリーを出してあげて、ナイス。これまあベビドラ帰っていくね。さよならさよなら。で右側が100くるから、まあ置いとってもいいよねって、なんならもう防衛ゴブドルとか出してもねいいよねっていう。まあさすがに怖いかな。でもワンチャリだよねマジで。ちょっとやってみますね。スケラに受けにゴブリンって優秀じゃないですかっていうので絶対強い。さあここにも出してあげて、いや待ってミスった、やばい待っていろいろミスってる。いやでもゴブリン暴れてる、ナイスナイスナイス。マジゴブリンから攻め取りに行きます、後ろに。オッケー。さあ、やりゴブがね、耐えてくれて、ナイスっていう。まあ、序盤相手がね、やりすぎてたのが、まあ、ラッキーだなっていう。そこをしっかりね、見極めて攻めれたのもね、でかいかなと思いますので、ぜひ皆さんのね、このゴブドリー、ウォールブレイカー、使ってみてください。よければね、チャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いいたします。では、お疲れちゃんでした。またね。